すごいとこにいんね君。ここを刻なんかさ、お前恥ずかしくないの？ここ見てて、ずっとここ見てんじゃん。どうもすごいですね。ほう、君は僕たちバッドエンドメールを託すと、ラミーが突然現れたバトファイターを破れたと報告を聞いている。その時記録されたバトエンのオーラ値と君のオーラ値は何？オーラ値ってもうなんか意味わかんないこといじめたんだけど、もうどん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 、あ、いいえ、あれ。その結果、待って待って、君の弱点を完全に把握した、やば、待って待って、僕が確率が 99.4%、 0.6% どこよ。0.6% どこ、見せてくれよ。でもいよいよやばいな、もう3体だよね。チュートリアル終わったよ。ちょっと数の暴力できないから頑張ろう。バッドエンドしてるのクロス。何君たち君ポーズをいちいち取る。さあ、ガチャコッコとスライム。なるほどね、ガチャコッコ早いな。とりあえず3回あるまあ敵2体だね。今回チラッと見たら敵丸2体だから楽だね。じゃあここはモーモンのラブリーフェイスがあるんで、これで魅了しちゃいましょう。チェンジ攻撃で。でもガチャコッコ早いな、10か。バードスラッシュ、あ、やばい、それやばいよ。うわ、もうもうチェンジ攻撃で魅了ができるのはでかいよ。魅了はね、一旦止めれるも同然。よし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 、魅了された。なんか物によっては効かなかったりするんだよね、これガチャコッコのさ、このね、なんかね、ちょっと多分拡大してると思うんだけど、このこれ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 です。この麻痺無効、毒無効、転び無効とか、そういう状態状態性があって、だから、ね、さっきのラブリーフェイズがあのうまくいかない可能性あるんだよね。さあ、ガチャコッコ魅了されている、えい、自分を攻撃する、いいよ、それでかい、戦わずしてね。さあ、モーモー頼むぜ、ここでちょっとモーモー畳みかけよう。生きた、会心の敵だって。いいね、いいよモーモンちゃん、いいね、頑張れモーモン、いけるぞ。ガチャコッコ何してくるかな。星に、あ、でも星が痛い。星攻撃痛い。丸持ってくれよかった。普通にこれ丸でよかったな、ずっと。普通に食らなかったのか。攻撃10。もうもう残したいんで、スライムに交代して、チェンジアタックでもしよっかなと思ったけど、どうせか、まあいいか。チェンジ攻撃。さっきガチャコッコの技見りゃよかったね。星ばっかだね、これ。ってことはスライムでずっと有利に戦えたのか。今思ったら。なるほどね。チェンジアタックで攻撃終わり。チェンジアタックが強いんだな、てか。なんだ、だけどチェンジばっかはできないから、このチェンジ回数に限りがあるからな。うわ、メタルドラゴンだって。素早さ2。その分攻撃強いんだろ？あ、でもこの攻撃30はでかいな。ね、いいね。コンスタントに。うわ、踏みつけ。あ、でも星でしょ？スライムだよ、こっち。丸なんで、食らわないですね。ただ控えは丸と星か。じゃあ大丈夫か。大きるちも丸だから大丈夫っすね。じゃあスライムでちょっと居座っていこう。さあ、いけいけ、いいよ、攻撃30、いいよ、コンスタントに与えていけば大丈夫だよ。スライムとメタルゴンとかバトエンじゃないとこんなんありえないからな。いいね、攻撃する相手がいない。いいよいいよ。え、なにこれ、え、待って、SP 30以下にする？あ！そういう技あった。うわ、マジが強いよ。30以下にするってことはさ、強制的にできるんだもんね。ってことは乱戦とかでめっちゃ強い可能性あんのか、メタドラ。すげえな。うわ、踏みつけ怖っ。そっか、あのクライマックスバトルになると、さっきまで星とか丸になってたんですけど、このクライマックスバトルになると全ての攻撃が全員に当たるようになる。あの星とか丸とかなくなる。あ、でもこれね、勝ったと思うよ。だってスライムをポチッと押してもう勝ちでしょ、ほら。あ、クライマックスバトルになるとこうなっちゃうから、結局そうか、遅延してもダメなもんはダメか。怖っ、へえ。なぜだ、なぜ計算が合わない、データ上でも僕が勝つのに 0.6% の可能性を引いたんだよ、多分。まあ、てか、そりゃそうだろ、バトエンってそもそも不確定要素の塊だろうが。
はい、というわけで25種類も集めました。まあポイント手に入るのでかいわ。何今度は。はい、ジュレットの街のゾンビ系バトエン。ゾンビ系か、星タイプのバトエン好んで使う。なるほどね。すいません、黄昏れてるそこのお姉さん。すごい黄昏れてるけど、目めっちゃ赤いで、お前。ふふ。優しい、優しくしてくれる、この清らかな風だけね。って言いながらバトエンを振るのが、お前は。何よ、あんた。今、私の悪く心では言ったでしょ。そういう、バトエンノーラ。あんたがあなたにズバッと言うのに、ずっとあんたの話ばっかり。あ、嫉妬心ですか。あ、嫉妬ですか。はい、わかりました。あんたばかり注目される今のうちはバッドエンドの絶叫の呪いみこ。やだそんなの。それは注目されないわ。目閉じとる。目を閉じていらっしゃいますよ、バッドエンドしてんのアウロラ。さあ、ボーンプリズナーとマリンスライムがぶつかっております。あ、でも2体なんだ、ありがたいね。ボーンプリズナーどんなんなの。丸になんたらダメージが多いから大丈夫っぽいね。マリンスライムでちょっと頑張っていこうか。よし、行こう。マリンスライム。素早さ12だって。結構強いな。これいや、それはね、多分ね、4人でやるやつだわ。4人で頑張れるタイプだから、敵記録やば。ちょっとシャダルコ打っていこうね。マリンスライム。マリンちゃん、シャダルコね。シャダルコね。オッケー、ヒャダルコー、素晴らしい。来た、ヒャダルコー。これこれ、ヒャダルコでちょっと削ってきゃいいから。逆に、さっきみたいに、10ターン以上経つと、結局意味なくなるから、できればね、オッケー、ヒャダルコー、いいよ。60、残り50だよね。チェンジアタックなんか削れないかな、50ぐらい。まあまあまあ、全然大丈夫。オッケー、オッケー。チェンジしてさ、なんか攻撃できないかな。ここで交代、スライムマリオでございます。いけ、マジュライトビーム。40なんだよな。あの1、10足りなかった。生きた、マジュライトビーム。スライムマリオとか絶対強いじゃん。スライム系のさ、上位でしょ、こんな。スライム系の上位の上位でしょ、スライムマジュライトビーム。絶対強いよ、こいつ。最近引いたけど。呪文、おっと、え、あ、ウオグランテだって。ちょっと待って、こいつ。めちゃんこ強いじゃないか、スライムマジュラ。つえー、マジュラッチつえーなー。死神貴族強いな。死神貴族強くない。ドルクマ、え、強くないそれ。 50? マジで HP 130もんだけど、素早さ速いし、弱え。弱えよ、弱えよ。ミス、よーし、怖い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 。マジだ、呪文来た、いいよ、やったやったで、ほいみや。もったいない、なんでもったいない行動しているんだい。うわ、サミライズキやばいな、それやばいって。大丈夫、きゃ、マジライトビーム、マジライトビームでね、一気に打点取れるからね。いいよ、あと80まで落ちてみた。だからクライマックスターンになっちゃうから、もうそうするとな、一気に押し切られるかも。ああ、スライムマリアにドルクマンが効く世界線。ホークブリザード行け。見て見てください、これ。クライマックスバトルになったことによって全員になったんですよ、攻撃範囲。見てください、ザキ全員の息の根を止める。ザキ全員の息の根を止めるがあるんですよ、ホークブリザード。知ってます、見せてあげましょう。いけ、しかも輝く息は強すぎ、輝く息は強すぎなんだよな。オークブリザードやったら全員の息の根を止めるだって。こんな4人体制だったら怒られるやん、絶対。全員の息の根を止めるとかやばすぎじゃない。これ4人体制でこれ発動したらさ、ワンチャンマン打つよすぎか、オークブリザードよ。やばー、なにこれ、やべえな、オークブリザード。お前4人体制でこいつ使ったろ、全員の息の根止めたろうぜ。いやー、まさかこの私が受けたら、あんた私のこと嫌いだが、そうやっていじめて楽しいの最低だわ。なんかちょっと哀れな人に見えてきた。なんかちょっと哀れな人に見えてきた。アウロラ、かわいそうになってきた。はい、というわけで30周以上集めました。
私のうちにここまでついてきてくれ、本当に感謝してる。いや、楽しいよ。いや、楽しいよ。NPC と4人対戦すりゃいいのに。最後のバトルインシデントを通して、これ最後か？いや、でも、なんか最後になんか名前口にしてた人がいるから、多分その人が最後だよな。ただ、あと2人はいるってことか。ディグナムという人物がグレンジョーカジュの宿屋に潜んでいる。宿屋に潜んでいるってかわいそうだな。そこまで目つけられるのかわいそうだな。ドラゴン系バトルインやばいな。ドラゴンは強いぞ。ドラゴン系の強力なバトルを使ってくる情報が入ってます。ついにタイプにもこだわんないのか。いや、お休み中のとこ申し訳ないっすね。あの、ディクノさん、ちょっとあなたに用があってきたんですよ。この強きバトエンのオーラ、貴様戦うのではないな。お前、そのまま戦った方がいいんじゃないの。貴様があるならだな。やはりそうだとか、面白い。貴様のつもりで、強さは一体どれほどのものであろうな。すげえ無視やじゃん。我が身貸した今しはすべて解放して、真の姿にいます。はぁ、あ、何あ、夜が消えた。中にはなんかどんなやつが入ってるの中には。普通だ。わりかし普通だった。てっきりなんかさ、もっと気持ち悪いメガネのオタク。普通になんか、もっとメガネの気、これは絶対苦戦しそうやけどね。バトルレックスか。あ、2体なんだ。優しいね。まだ2体なんだね。星と丸。待って、キラーマシーは星に攻撃できないよね、あんまり。丸ばっかだよね。だから、ちょっと、パッと見厳しいから、うわ、強いな、お前。これ厳しいから、マデュラに交代か、スライムナイトですね。スライムナイトがドラゴン系に60っていう強力な、ドラゴン切り持ってるんで、これでいきましょう。ドラゴン切りということで、やってきたよ、スライムナイト。ドラゴンキラー。ドラゴンやっぱ強いんだろうな。特攻っていうのがあるってことは、ドラゴンは強いってことだよね、普通に。まあ、モンバトでも強いからな、ドラゴンは。一部除いて。一部ゴミカスみたいなドラゴンいるけど、大体強いからな、ドラゴンってのは。さあ、スライムナイトこのまま頑張ってもらおう。頑張れ！ドラゴン切り行こう。早ぶさ切りは？え、待って待って、やばくない？それやばくない？え、やばくない？装填マザー、星、あ、いないわ。オーケーオーケー、スライムナイト。行こう。ドラゴン切り。ドラゴン切りでもう、ね、ワンパンですから。なるほどね。いいんじゃないの？ミラクルソード強いよ、普通に。乱戦だったらめちゃくちゃ強そうだもんね。斧攻撃。いや、怖い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 。ミスバトルレックス。バトルレックス、嘘でしょ。ハヤブサ切り。まあ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 。徐々に詰めていく。あと10ダメージ。何？どうする？やばいな、斧攻撃強いのあったよな。斧祭りとか。ハヤブサ切りよ、ブーえ、待って。スライムレートのハヤブサ切りより明らか強いんだけど。でも残したいな。チェンジしてドラゴン切りを残したいところだから、ちょっともったいないけど、チェンジ2回して、マジライトビーム打つか。7だから先制できるよね。で、マジライトビーム。これだって、あ、ま、これさ、交代した時の攻撃がさ、強いやつの方が絶対いいよな。知ってるか。ファンキードラゴちゃんいるんだ。ファンキードラゴちゃん俺好き。スマイルリーダーズケット俺好きだよ。ファンキードラゴ素晴らしさ3しかねえんだ。どんな技があんの？うわっ！状態異常ばっかり。痛いかし、強っ！状態異常ばっかじゃねえか、お前。よく見たら。恐ろしいな、ファンキードラゴ。呪文来た！さあ、ヨグランテだってさ、あれ？マディラちょっと呪文の方が全部星なのか。ちょっと腐ってるな。まあ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 いいんじゃない？ドラゴン切り圏内まで抑えればもう勝ちだからね。60のドラゴン切りで抑えれば勝ちですから。うわ、毒の切りとか持ってる。あ、毒にかかった。あ、毒20。強い。絶対20かよ。まあミスしても毒でやられちゃうけど、まあまあまあ、毒でやられるスライムマジアって何？もうゲームじゃないですか。もうゲームじゃないですか。だって、スライムナイト出して、ドラゴン切りして、終わりですよ。はい、ドラゴン切り。はい、やっやったでもこれさ、2体でこの勝ち合いが、これ3体本当に勝てる気しやんねんけど。